最高のリラックスタイム、キシ君、SHO、そしてヤギの驚きの一日。皆さん、こんにちは。今回は、驚きと笑いの絶えないエピソードをご紹介します。キシ君、SHO、そして突如登場したヤギの出来事が、普通の休日を一転して最高のリラックスタイムに変えてしまった瞬間です。すべてはピンポンの音から始まりました。キシ君と SHO は4人目のゲストが来たのではないかと思い。 興奮冷めやらぬ中、ヤギが現れるという予測、不可能な展開になりました。キシ君の言葉からもう一人行くことを提案されるものの、そのヤギが一体何者なのか、キシ君たちの好奇心は爆発寸前でした。ヤギの長い鼻、特徴的な外見に、キシ君と SHO は思わず驚きの声を上げます。そして、このヤギが、ハシビロコウのようなものではないかと言わんばかりの会話が繰り広げられました。 その独自の雰囲気に、キシ君と SHO の反応が絶妙で、笑いを誘っていました。ヤギが手紙を持ってきた瞬間、さらなる興奮が巻き起こります。手紙を渡してきたヤギに驚きながらも、キシ君と SHO は手紙が一体何を伝えているのかを探ります。手紙が何か特別なものであることを示唆するものの、一度は解散かと思われる空気も、キシ君の冷静な判断で回避され、驚きの瞬間は続きます。 キシ君と SHO は手紙の内容に興味津々で、それがイチゴアだという使命につながることを確認すると、キシ君は安心して解散せずに済むと語ります。しかし、その後の展開はさらに面白みを増していきます。手紙を持ってきたヤギが手紙を食べることを拒否する場面では、思わず笑いがこみ上げます。キシ君、SHO、そしてヤギの3人は、忙しいレコーディングや MV 撮影の合間に、 つかの間の休息を求めて集結します。そこで、ゴートイコール史上最高の日を迎え、リラックスタイムが始まります。特に、ヤギが登場してくれたおかげで、最高の休日が約束されました。驚きの連続に笑いが絶えない一日。そんな中、岸くんがヤギに向けて話しかけ、様々なエピソードが続く中で、ヤギが手紙を食べないこと、岸くんの洗った力を披露する場面など、思わぬユニークな瞬間に出くわします。 キシ君の洗った力が一口で飲まれる様子には驚きと笑いが入り混じります。キシ君、SHO、そしてヤギの三者三様の食べ方が笑いと共に届けられました。途中、キシ君がヴィンテージの T シャツを気にし、それが驚きの元となる場面もあり、ユニークなエピソードが次々に繰り広げられます。しかし、最も意外な瞬間は、何と言ってもキシ君が用意した、ヴィンテージ、T シャツが実は高級品で、 その価格に、キシ君と SHO が驚愕する場面です。笑いながらも驚きの連続に、彼らの親しみやすい雰囲気が引き立っています。キシ君、SHO、そしてヤギの一日は、最初のピンポンの音から驚きと笑いが絶えないものとなりました。ヴィンテージの T シャツや手紙、そしてヤギとの交流など、予測可能な出来事が楽しい休日を演出しました。この一日を振り返りながら、 彼らのリラックスタイムはファンにとっても最高のエンターテインメントとなりました。キシ君、SHO、そしてヤギのユニークなエピソードからは、普段見ることのできない一面が垣間見え、笑いと感動が共存する瞬間となりました。最後に、キシ君、SHO、そしてヤギとのリラックスタイムについて、皆さんのお気に入りの瞬間や思い出は何でしょうかまた、彼らの新たな冒険やユニークなエピソードに期待が膨らみますね。 楽しい一日の余韻、あなたの日常にも予測不能な出来事や面白いエピソードはありませんか友達とのひとときを大切にし、笑いと驚きを共有してみてください。きっと、素晴らしい思い出が生まれることでしょう。